歌う独独ポーマスは本名ジェローム・ソロン・フェルダー。アメリカ合衆国のブルース歌手、曲書き。多くのロックンロール古典の作詞で知られる。水色がブルックリン地区1925年にブルックリンにてユダヤ移民の息子として生まれる。ビッグ、ジョーターナーのレコードを聴いてブルースファンになる。子供時代ポリオを患い、松葉杖をつく。後に事故で、 車椅子に乗るようになった。ティーンでブルース歌手になる。芸名は感覚でつけた。ハンデのおかげで黒人の聴衆とセイ犬としての気持ちを共有した。ニューヨークのクラブで鍛え、ミルト・ジャクソンやキング・カーティスと共演した。チェス、アポロなどのレーベルで1940年代、1950年代に40曲録音した。1950年代。 ブロードウェイの女優と結婚、家族を養うために歌詞のほか雑誌記事を書く。ハネムーン中に自身の作品ヤングブラッドのザコースターズによるバージョンをジュークボックスで聞きチャンスが芽生えた。同作品はリーバーストーラーが大幅に改作していた。しばらくして1500ドルの印税小切手が来た。それで作詞も悪くないなと思った。 1957年には、専業ライターになっていた。自身のいとこと付き合っていた、ピアノ弾きのモルト・シューマンと、ブリルビルディングのヒルレンジミュージック CO、ラムバレロミュージックで共作した。シューマンを選んだのは、自分がロックンロールを知らなかったためだという。シューマンとの共作に、恋のティーンエージャー、さよならは、ダンスの後に、後にビーチボーイズがカバーした、発車バイ。 ディスマジック・モーメント、ターン・メルーズ、スイーツ・フォー・マイ・スウィート、エルビス・プレスリーの、ラス・ベガス・バンザイ、リトル・シスター、サレンダー、マリーは、恋人などがある。1960年代初期に、フィル・スペクターとヤング・ボーイ・ブルーズ、エクスタシー、ホワット・アム、アイ・トゥ・ドゥー、を共作。リーバー・ストーラーとは、シーズ・ノット・ユーも共作。他にも共作者がいた。 1956年、レイチャールズに、ロンリー・アベニューを書いた。1970年代に、ドクター・ジョン、ケン・ハーシュ、ウィリー・ディーヴィルと共作。この時期のゼア、マスト・ビー・エーベター・ワールド、ゼアイズ・オール・ウェイズ・ワン・モア・タイム、ザット・ワールド・アウトサイド、ユー・ジャスト・キープ・ホール・ディンク・オン、サムシング・ビューティフル・ダイイングは、ウィリー・ディーヴィル、B.B. キング、アーマ・トーマス、 マリアンヌ・フェイス・フル、チャーリー・リッチ、ルース・ブラウン、ドクター・ジョン、ジェームズ・ブッカー、ジョニー・アダムズが録音。これらを彼の代表作と考える人もいる。ドキュメンタリー、AKA ドック・ポマスは、ポーマスの人生を細かく描いている。1991年65歳で肺がんで死去。1992年に、ロックの伝道、ソングライターの伝道、2012年に、 ブルースの殿堂入り。シューマンとラストダンスは、私と、ジスマジック・モーメント、スイーツ・フォー・マイ・スウィート、ラス・ベガス・バンゼー、リートル・シスター、サレンダー、キャント、ゲット・ユース・トツリュージング・ユー、サスピション、話しておくれ、エーメス・オブ・ブルーズを書く。ファンクバンドのキャメオはヒット曲、ワード・アップの演奏前に、ポーマスに影響されたことをアナウンスする。 ルーリードを1960年代初期に音楽業界に紹介した。リードは1992年アルバムマジック・ロスでポーマスに触れている。1995年、ライノレコードがトリビュート作ティル・ザ・ナイト・イズ・ゴーンを発表。ボブ・ディラン、ブライアン・ウィルソン、ディオン、ドクター・ジョン、アーマ・トーマス、ソロモン・バーク、ジョン・ハイアット、ショーン・コルビン、アーロン・ネビル。 ルーリード、ザ・バンド、BB ・キング、ロス・ロボス、ロザンヌ・キャッシュが参加。2010年ベンフォールズとニック・ホンビーのアルバムロンリー・アベニューにドック・ポマスという曲が収録された。歌詞には1984年のポーマスの回想録からの引用、僕は幸せな方はではなかった。人々は僕を見てなんて素敵な男だなんて言わなかった、ガール。ありがとうございます。